暴れる君が山買ったからお前も山買え。なんで俺は彼に従事していかなきゃいけないんだ。好きだけどなんか模倣して生きていくつもりはないよ。あの動画そう面白かったね。今日は皆さんなんだっけあのただハンバーグを作る動画。今日は皆さん何これ。僕が山でハンバーグを作るというこの動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。なんか暴れる君って自分のことなんで、あ、アバです。じゃあもうだからもういいよ、暴れる君見なくていいよ。俺が暴れる君のモノマネうまいから、みんなもう暴れる君見なくていいよ。俺が全部やるから。俺が一人で見てみんなに伝えるから、登録者数ゼロにしてそのまま俺に全部してね。アバですっていうの本当にスケールゲームなんだけど、ちゃんとコンドームして偉いなって俺は触れたよ。コンドームなんかすんじゃねえ。お前金八先生みたいなこと言うな。 GTO の鬼塚英吉みたいなこと言うな。おいナナミってあの お前らやこれでセックスしろってさ、ナイフでコンドームズタズタにしてさ、あれ何だったんだろうな、あの授業。そんなあったっけ。あの授業未だに俺は理解できないんだけど、みんなで考えない。 GTO 見てた。鬼塚英吉がミヤリおいこれでセックスできんのかっつってコンドームに穴開けまくってやれって言ってたんだけど、あれ何、ハンマーで割ってるとこだったけど、これでいいんかコンドームをズタズタに引き裂いて配ってたの。これでしろ、やってないでしょ。デデ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 デ、絶対ない、絶対ない。いつまでも信じていたい。うわみやみ、絶対ない、そんな。俺は生きてる意味があるはずと。絶対ない、そんな。お前らさ、これでセックスできんのか。いつまで、本当にそのシーンマジしろって言ってたやん、さっきマジで来ただからね。あったんだもん、これ調べて。それ GTO じゃなくて伝説の教師だよ。絶対 GTO、 絶対 GTO だって。それ伝説の教師か、松本人志だ、ごめん、それ松本人志だ。そうだ、2000年に中居君と松本人志でやった伝説の教師だ。じゃあ違うわ、今から21年前のドラマ、まっちゃんだ。これが反町やってたら松島と結婚できないだろうな。間違いなく。おい、ビヤビこれ絶対結婚しちゃう。ビヤビの家壊すシーンって感じだよ。おい、それ伝説の教師だ。デデデデ。絶対結婚しちゃう。ビヤビ。おい、この壁がいけるんだな。ビヤビ。デデデデ。ドン。いつまでも。おい、ビヤビ。これでセックスしろ、信じていたい、最後まで。そこだよ、引き裂いて、こうやってお前は生まれてきたんだよって言ったんだよね。で、お父さんとお母さんがあの壁越しに微笑、こうやって生まれてきたの言ってないから、壁越しに微笑んだろって。あの鬼塚英吉に割られた壁越しに目があってニコってな。俺先生、あの奥さんの顔も覚えてるわ。言ってない、言ってない。金瀬健次郎のお母さん役の人だよね。絶対そうだ、今完璧思い出した。遊園地に刺されるシーンよ。すいません。赤リーサとかで、ね、今じゃってなっちゃったんだけど、昔は超正当、あの今ピグモンリーサになってんだけど、ピグリーサになってんだけど、昔は今もうちょっと綺麗だよ。俺中リーサ好きだし、あの旦那さん好きだから応援してんだけど、あ、俺中リーサに強いてたのかもしれないと思ったのね。これいつの動画な。俺が思い描く中リーサを俺が押し付けていたんだって。彼女の本心はあっちだったんだなって。めちゃくちゃ面白そうだよね。動画もめっちゃ伸びてるし、チャンネル登録数100万人くらいだな。ネジキの時。あの普通に俺こうなるけど、あのパワーがありすぎて。流浪に剣心のさ、あれだよな、青紙編、青紙編じゃない、獅子を倒した後のあれ出てきたよな。獅子を倒したんじゃない、青紙の部下にいたよな、
お前らので軽く締め殺すけど気をつけろ。マンションを買う、そう。おもろいなマジで。